カードライバーはアメリカ合衆国の自動車雑誌。編集拠点はミシガン州アナーバー。オーナーはフランスの出版社アシェットフィリバッキメディアである。提携により同名の自動車雑誌が日本でも発行されている。1955年に創刊。年間の発行部数は約130万部。編集方針は アメリカ社に対して批判的であると言われることがある。1983年以降、一般的な市販車を対象とした、10ベストカーを毎年選出している。本市のオーナーであるワシェット・フィリバッキ・メディアは、同じくアメリカの主要自動車雑誌である、ロードトラック誌も所有している。上述のアメリカ版との提携により、1978年9月、創刊。 シティ出版株式会社カードライバーが編集している自動車雑誌。創刊から2020年5月号まではダイヤモンド社が発行していたが、同年6月号からは発行元が毎日新聞出版に変更されている。1990年代中頃までは日本版の文字があったが、現在はなくなっている。1983年より月2回発行。 中心読者層は20代男性で、発行部数は、交渉25万部。2009年9月26日発売の10月26日11月10日、合併後より、毎月26日発売の月刊誌へ戻る。特徴として、日本車輸入車の区別をあまりせず、まんべんなく紹介している。他誌でよく見られる新車スクープ記事もほとんどない。また、表紙は、 岡本美希夫による自動車のイラストで、カバーガールは、目次ページに登場し、アイドルや、レースクイーンだけでなく、女性声優も登場することがある。ほぼ相関時が同時だった、FM ステーションとは、兄弟子という位置づけで、表紙、記事レイアウトデザインに関連を持たせるだけではなく、連動記事や表紙イラストをアレンジした、オーディオカセットレーベルがついていた時期があった。ありがとうございます。